あれですか、ドラゴンジュニアは最高の打順だったんですね、はい、そして小久保くんです。舞台をね整ったというような感じに見えてしまいますよね、はい、でマウンドはもう一度林田くんが戻っていました。ホークスジュニアです。いや、もう打った瞬間行ったっていうのは分かりましたが、はい、木村さん、はい、いや